こんばんは。今日はカラオケでーす。あやカラオケでーす。こんばんは。やっほー。やっほー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 。そうなんですよ。私さ、カラオケボックスからカラオケ配信するのいつぶりだろうって思って、いつぶりなんだろう、結構久々なんだよね、多分結構久々な感じするんだよね。いつぶりか分かる人いる？こんばんは。でも多分だけど夏以来なのかなとか思ったり、夏ぐらいに多分一回やって、夏以来なのかな、半年以上ぶりぐらいなんです。多分久々だから、こんばんは。そう、ちょっと久々なんですよね。そう、多分このカラオケ配信、カラオケボックスからの配信は多分これが最後だと思うので、今日は最後のあやカラオケかなって感じかも知れない。なかなかさ、なかなかね、カラオケボックスからって背景と合ってる。あ、本当に？え、なんかさ、そう、なんか背景めっちゃさ、おしゃれだよね。お花柄の。こんばんは。合ってますか？イエーイ。昨日はありがとう。そういえば、昨日下北 FM さんがあって、そう、昨日電話コーナーとかもあってね、生電話コーナーとかもあって、その生電話コーナー結構なんか昨日ちょっと回線がちょっとね、途切れたりとか結構あったりして、自分のスマホが。そう、ちょっと聞き取りづらい部分とかあったりして、そうそう、やっぱリモートっていうのと、イヤホンやってるから、それで結構聞き取りづらい部分とかもあったりしたんですけど、でも本当にありがとうございました。皆さんの、気持ちは頂戴しました、頂戴しましたんで、ありがとうございます。そうなんだよね。だから昨日ね、そう、ちょっとね、難しかった部分は あったんだよね。でも楽しかったです。フジコーズさん、フジコーズさん、そう、ほのちっていう、そう、久喜田ほのかさんっていう方と一緒に昨日やったんですけど、なんかオールナイトフジコっていう番組に出演されてるのかな、多分今日あるって言ってて、ちょうど今日ノイミーさんが出るよね。その話昨日リハーサルの時になって、そう、明日でそういえば出るんですよって言ってて、そう、広島もね見れるんですよ、嬉しいことで。だから 見たいなって感じです。見たいな。
TVer でも見れる。 TVer でも見れるのか。じゃあ全国一応見れる、見れるんだね。こんばんは、嬉しい。じゃあ歌いますか。今日はなんかのんびりって感じで、ストーリー、まあストーリーっていうか歌、自分が歌う曲はまあ決めて、決めた。こんばんは。じゃあもう今日は歌っていこう。歌っていきます。今日はちょっとのんびりな感じかも。遠い空の裾野から朝の光があふれ出す。ずっと歩いてる。もう閉じた私ながらあちこち傷を
を作ればいい。なんて言うんだろう、あんまり知らない曲とかもあるかも。私セレクトで、夜の空にはあなたの光がいくつあるだろう。真っ黒な色のに並べられた宝石、人は誰でもそこで眺めるだけでため息ついて数えることをやめてしまう。スポットライトの眩しい光
星になるまででした。こんばんは。これは青春ガールズ公演の曲です。わあ、もうちょっとめちゃめちゃ声が裏返ったね、さっき。そう、始まる前に実は2時間ぐらいずっと歌っててちょっと声大丈夫かな、ちょっと歌いすぎたかも。まあでも大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。一人カラオケ、そう、一人カラオケ今日そう、温めすぎたかもね。うん、いや、いきなり歌うってなったら逆に歌えないから、その声が全然出なくて歌えないから、最初ちょっと歌っててずっと歌いすぎたかもしれない。ちょっと今日は声が裏返る可能性があります、ご了承ください。いや、でも多分大丈夫、多分大丈夫、うん、多分大丈夫だと思う。じゃあ次行きます。なんかリハーサルっていうか、普通に、まあ、この曲も歌ったし、自分の普通に好きな曲とかも普通に歌ってた。
いい曲ですね。今の季節にぴったりじゃない？知ってましたか？今の曲は僕の桜でした。僕の桜、しっとりいい曲ですよね。てか桜系の曲って大体ね、大体ってかも全部いい曲だよね。春の曲、春の曲は大体いい曲。そう、パサドラの曲いいよね、いいよね、いいよね。今カラオケ配信してます。わかるか、それは見たらわかるか。夏の近道、右でかざして、風と日差しのその中に、同じに見えた毎日だ。
の近道でした。夏の近道、私が最近この曲にハマっててそう、歌いました。え、めっちゃいい曲だよね。そうなんです、ワイもハマ、ワイもハマった。え、そう、めっちゃ最近聴いてる。その近道、こんばんは、ありがとう、見てくれて。いい曲ね、いい曲、いい曲だな。あ、そう、桜坂三期生さんの曲です。次いきます。See ya.
地は美しい。初めて気づいたいから、全てのその悲しみ消えてゆくんだ。永遠で笑いも母の儚さに似て、その一瞬一瞬が生きてる意味。美しいでした。イエーイ。ちょっと坂道シリーズですね。坂道シリーズを歌いました。好き好き。あ、やば。こんばんは。はい、ありがとうございます。見てくれて、歌いたい曲がそうめっちゃある、なんか歌ってみたいなみたいな、いっぱいある。こんばんは。じゃあ次行きます。こんばんは。
シアターの女神公演の曲です。イエーイ。ちょっとまあクールではないけど、ちょっとそっち系のクール、まあクまあクまあそっち系の、あんまり私こういう歌歌わないですけど、まあクールではないけど、なんかそんな感じの系統ですね。何系統っていうんだろう。クールではない。なんだろう。ああ、そう、なんか回遊魚のキャパシティとか、なんか その辺ら辺の曲と一緒のジャンルじゃない？あのなんだっけ。シアターの女神公演の、もう一個ちょっと系統に似てる曲あるよね。なんだっけ。さよならの金縛りと、なんだっけ。なんかもう一個、え、待って、題名が思い浮かばない。最初ら辺に歌う曲かな。まあいいや。こんばんは。あ、愛のストリッパーかな。それかも、愛のストリッパーかも。いや違う、愛のストリッパー、いや違う、なん、待って、思い出したい思い出したい思い出したい、待って、シアターの女神公演は確率じゃなくて、いや嵐の夜にはじゃなくて、全員で歌う曲
あれな、あ、え、アインストリッパーかな。いや、違うと思う。なんかいつもあんまりね、私あのさよならの金縛りと判別がちょっとあんまりつかない、つきづらい。愛のストリッパーかな。いや、100メートルコンビニじゃないです。まあ、うーん、いや、ロッカル、いや、え、愛のストリッパーかな。カモ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 。コンフェッションちゃうちゃうね。コンフェッション、あ、コンフェッション、あれか、かっこいいやつか。テンションかっこいいよね。次の曲、この曲は多分知ってるって人もいると思う。いくらの願いは土の
しょこれいい曲すぎるでしょ、いい曲すぎる。あ、なんかその雨になろうみたいなその歌詞、その今僕は雨になろうっていう、その雨になろうっていうのずるいよね、ずるい雨になろう。雨になろうはずるいよ。この曲は先輩方が六恋公演で歌ってたよね。私は出ることができなかったから、なんかここでそうちょっと歌ってみた。こんばんは。そう、これ先輩方がすごい歌ってるのを結構そうずっと見てたね。僕こういう子はえ、このノーネームっていうのは何ですか、このグループ名なんでノーネームっていうんだろう、どういう なんかのコラボ曲なのかな。AKB48 の曲だけどではない。声優00声優選抜、あ、アニメですか、アニメのもしかしてノーネームっていうアニメですか、違う、あ、アニメの声優さんのが声優選抜の曲なんです。知らなかった。それの主題歌みたいな感じなのか。初めて知った。お疲れ様、お疲れ様です、ありがとう。みんな実は私が決めてた曲、実は次が最後です最後の曲です、最後の曲になります。いつものくだり、いつものやつやん、いつも公園でやってるやつやん。まあ聞いてください最後はね、まあ私が好きな曲ですね。最後といえばではないけど、最後はやっぱりスティーの曲でっていう感じで、君と知り合って
のお付き合いで言っただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに、しません安定はしません。わあ、ということでよかった、ありがとう、嬉しい。今日歌った曲はじゃあ瀬戸り何だったでしょうか。おさらい、1曲目グローリーデイズ、2曲目君が星になるまで、3曲目僕の桜、4曲目夏の近道、5曲目命は美しい、6曲目さよならの金縛り、7曲目、この涙を君に捧ぐ、8曲目思い出せてよかった。全部で8だすね、8で出すねだって8です。全部で8曲歌いました、イエーイ。いや今日めっちゃ当たったな、個人的に。
チダーンス感じで、皆さん見ていただきありがとうございました。こんばんは。よかったです。ありがとうございます。ありがとう、聞いてくれて。なんか結構カラオケで配信するのは結構何回か今までねやってきましたけど、何回だ、全部何回やったか覚えてないけど、結構カラオケからも配信たりして、そう、めっちゃ楽しかったな、カラオケ配信も。こんばんは。そう、結構こんなにね、自分でもこんなに歌えるようになると、なれると思ってなかったから、正直ちょっとそう、本当に最初の頃とか全く声が出なくて、あのなんか全部裏声でしか歌えない女みたいな感じだったんです、最初の頃。でもなんか私ユニットスタジオ、最初スタジオに所属されて、そのまあミニスタジオだったんですけど、最初はなんかそのおかげかなっていうのもやっぱあるかも。スタジオに入らなかったら多分ボイトレとかも行ってなかったのかなって思うし、そうってなったらすごいそのおかげもあるなってすごい思って、そう、自分がここまで、最初会いたかったも全然歌えなかったのに、ここまでちょっと歌えるようになって、自分がちょっと嬉しいですね嬉しいですね、普通に、はい、普通に嬉しいです。うん、なんか技術面とかではそんななんかすごいとかではないけど、とりあえずこうちゃんと歌えるまでになってっていうね、うん、めっちゃなんか隣すごい聞こえる、キャーってありがとうございました、皆さん見てくれて、ギフトもありがとうございました。ミラーボールとかね、毎回あのすごい、あの投げてくれてますね、皆さん、ミラーボールありがとうございますね、本当に。じゃあランキングを読みます。13位、スギウンさん、ありがとうございます。12位がなんか名前がない、ありがとうございます、名前流しだね。11位、ギルスさん、ありがとうございます。10位、めでたいさん、ありがとうございます。9位、マイセンタン、ありがとうございます。ひろっちさん、ありがとうございます。7位、ジョニーライデンさん、ありがとうございます。6位、サージカルさん、ありがとうございます。5位、マキマキさん、ありがとうございます。4位、エンジョーさん、ありがとうございます。3位、ヨシヒロさん、ありがとうございます。2位、コジマロさん、ありがとうございます。1位はエイヒロさんでした、ありがとうございます。じゃあ終わりますね。1時間見てくれてありがとうございました。確かに良い週末を、良い週末をお過ごしくださいまし。みんな私が今日歌った歌聞いてね、瀬取りにしてプレイリストにして聞いてくれてもいいよ。ではバイバーイ。